ステルリタマクの師匠、ステルリタマクの通り、ステルリタマクの市役所かつての市役所、ステルリタマクのドラマ劇場、ステルリタマクは、ロシアのウラル山脈の西側にある、バシコルトスタン共和国にある都市。同共和国の首都ウファーに次いで、共和国内では2番目に人口の多い町である。人口は2010年国勢調査で273,486人。 2002年国勢調査で264,362万人。1989年ソ連国勢調査で247,457万人。ウラル山無南部の再六に位置し、ウラルの分水嶺までは東へ 50km ほど。ボルガ川水系の大きな支流であるベラヤ川の左岸に町が広がる。町の名の由来であるステルリア川が町の中を流れ、 町外れでアシカダル川に合流し、さらにその近くでベラヤ川に合流している。バシコルトスタン共和国の首都ウファからは南に1 3 0トル離れており、共和国の中でも南寄りにある。最寄りの町は2 1トル南にあるイシンバイと2 9トル南にあるサラバト。18世紀なカバまでは、 ウファと南のオレンブルクの間を結ぶ街道沿いの宿があるに過ぎなかった。ベラヤ川上流域では岩塩採掘が盛んになり始め、炎章人がこの場所にベラヤ川上流の塩を集散する港を作った。港の完成した1766年がステルリタマクの町の始まった年となっている。ステルリタマクとはバシキール語でステルリャガーの加工を意味する。 1781年には死の地位を認められ、エカチェリーナ2世が翌年に死の紋章を定めた。20世紀初頭までは港での塩の集産が町の主産業だった。1919年から1922年までソビエト政府が新たに作った民族自治共和国であるバシュキール自治ソビエト社会主義共和国の首都はステルリタマ区に置かれ、後に ウファイ移った。その後は工業化が進められ、1930年にはステルリタマク地区の中心地となり、1932年から近隣で油田の採掘が始まった。第二次世界大戦時には、ヨーロッパ・ロシア西部の大都市から、ソーダセメント工場、レーニン機械工具工場、モスクワ加工場など、多数の工場や、ボロネジドラマ劇場がウラルに疎開し、 人口も増加した。戦後は石油生産が拡大し、新たな工場地区などが周囲に増え、1950年代には人口が10万人を突破した。しかし急速な工業化で環境は悪化していった。1990年代の経済低迷により環境悪化には歯止めがかかっている。ステルリタマクは石油化学工業の重要な中心地であり、 特に原油を各種の石油製品へと生成している。また、機械工業、建材工業、軽工業なども立地する。ステルリタマ区は、ウファやオレンブルクに道路が通じているが、両者の間にはまだ高速道路などは開通していない。また両都市の間を結ぶ鉄道がステルリタマ区を通っているが、単線非電化の路線であり速度は遅い。市内交通は、 トロリーバスなどが担っている。ありがとうございます。